来ましたね、来ましたね。おはようございます。おはようございます。ついに、タワさんの48、2021年48、納車されました。もうでも、ちょっと変わってるんや。はい。すでに変わってますわ、これね。うん、変わってる、変わってる、変わってる。すでに変わってる、いろいろ。すでに変わってるね、いろいろと。まずハンドル変わってますよね。ハンドル、そしてグリップがね、アイスカルのグリップ純正。ちょっと絞ってちょっと上に上がってんねんな、これな。手前にちょっと絞って手前、ハンドルはちょっと絞って手前。そしてエンジンガードがついてます。でこのステップのペグ類はまたスカル、純正スカル、ダービーカバースカル、そしてタンデムステップもスカル、ETC がついて、これプラグコードも変わってますよね。で、あれか、コイル移設してんのこれね、コイル移設して、そしてCC バーをついて、純正 CC バーがついて、そしてナンバープレートの方が変わってる。そしてこれや、ナンバーの横、はい、まっちゃんと同じ仕様まっちゃんと同じ仕様。ブレーキランプもね、セパレートにしてある。そしてからこのこいつ、ケラーマンがナンバー横ケラーマン。そしてからあとはライト、ヘッドライト、LED で、そっかそっか、もともとあれや、48は LED じゃない、それを LED が純正で固めて、これ改造費だけでも高いよ、これ純正品やで。大体もうヘッドライト中華でいきますよ、もう安いの8000円、7、8000円で売ってるから。ねえ、まあ純正高いよ。そしてこの色なんていう色でしたっけ、これ何ブルーですか。ビットブルー、ビリヤードブルー。確かに、ビリヤードブルーや。そうビリヤードブルーや。ビリヤードって何なんていう話やね、結局ね。ビリヤードって何。そしてこれアクセルナットのとこ、これね、細かいところもこれね、スカルでね、これだけで何万円するんちゃうこれ、知らんけど、これだけで何万円するんちゃうこれ。これ中華のなんかこんなんやったらもうほんま1000円ぐらいであんで、これ10倍ぐらいするんちゃう、分からんけど。出ましたね、2021年48。2021年の48は誰も乗ってないよね、今ね。多分20年式と全体的には変わってないけど、でもオートセンサーは関係ないんやね、これはね。これはもうオートセンサーは別にここのね、スリッポンのところにはついてませんね。気が楽。これはもう楽ですね、ほんなら。すぐマフラーもいろいろいけますね。そうだ、キーですね。純正キーです。純正のセキュリティがついて、キーレスがついてるね、純正から。そっか、ミッドコンにしてんねや、ミッドコン。ミッドコンに変更されてんねやね、これも。もうほんまの今の、もう30分前に納車されたとこですよね。30分前。ピッカピカや。ほんまな。4ヶ月待ってね。もう長いこと待ちましたね。ほんまに。でもこれはね、オートセンサーね、触媒入ってませんからね、これ大丈夫ですね、全然ね。確かにね、これもっと光当たったら。そうですね、ほんまなんかブルーやけど、やっぱ普通のなんか一般的なブルーとはちゃいますね。ちょっとなんか濃いブルーというか、なんというか。はい。ビリヤードについて語ってますけど。いや、ほんまにビリヤードみたいな頭して。ほんまに。でもこれほんまなんか鮮やかというか、なんなんやろな、ほんま普通の
ブルーではないわ。オッケー。さあこっからどのようなマフラーと吸排気エアクリとどう変わっていくのか見ていきたいと思います。新車に乗せていただきますよ。これは乗るんですね。ノーマルの乗る機会ないですけど、ないですね。なんか、うん、レスポンスいいですね。うん、レスポンスすごくいい感じる。なんかこうマフラーのこうなんていうのかな、僕だったらもう何抜けがいいから、なんかこのもたつきがないというか、もうシュッと行く感じが、はい、がありますね。もうミッドボンはもうほんまもうなんていうんやろ、足は待ってる。なんちゅうんやろな、これもう。世界一足長いから言うな、世界一足長いからこんな感じですね、乗ってる感じがねでも最近ミッドコンいいなと思ってて、もっともっと上げてね、旧車のこの感じにしたいなと思って、そこまですればそうそう、で、まあこのハンドルこうやからあれやけど、まあこう上げて、はい、ここね、こんな感じ。あー似合う似合う、うん、似合いますよ。こんな感じ渋いなと思ってるんですよ。こんなんしたいなと思ってるけど、なかなかあの48でいけないからこんな感じにしてるでしょ。でもいいですね、やっぱりレスポンスはいいな、ノーマルのなんかこの感じ、静かな感じもなんかいいねうるさすぎるからいや、いいわ全然。